皆さんこんにちは、おたけでーす。イエーイ。今日はですね、ちょっと先日、待って、めっちゃトイレ行きたい。ちょっと、ごめんなさい、トイレ行きますね。今日はですね、ちょっと先日、なんかカメラ低くない？まあ、新学期ということで、新学期あるあるを、みんなから募集した新学期あるあるを、ちょっと読みながら、今深夜の1時なんですけど、こちらのドミノピザさんを頼みました。全然案件じゃないのでさんつけないんですけど、ドミノピザを頼んだので、今日はちょっと一人でね、ピザポーしながら、待ってすごいこぼれてんじゃん、待ってすごいこぼれてんじゃんって。もうやめようか。もう動画撮るのやめようかな。ということで、今日はこちらのピザを食べながら、みんなのあるあるを読みながら、ちょっと私はただ楽しい時間を過ごそうかなっていう、回でーす。わたげチャンネル。プリティー&プリティー。で、これ買ったの。エアブックマックス。なんだっけ、これ、なんて言うんだっけ、マックス。MacBook Pro でした。MacBook Pro をね、買ったの。ちょっと大学生になったということで、大学生祝いで父上様が買ってくれたんですけども、もうマジでね、もうマジで、もうなんか滑らか、表面の滑らかさがすごいずっと好きで触ってたんですけど、ついちゃった。何の話？で、まあ、ということで、まあ、とりあえず食べていこうと思います。こちら食べていこうと思います。もうピザ大好き！せーの。新学期学校あるある。初対面めっちゃ仲いいのに、一週間ぐらいでグループ分散。それな、あるあるすぎ。新しい環境になったら、とりあえずみんな保険かけてさ、ねんちゃんも一緒じゃん。めっちゃでっかいグループできんじゃん。めっちゃでっかい、もうなんか、巨大組織できんじゃん。でもなんかさ、ちょっとさ、一週間、一ヶ月ぐらいするとさ、もう、見事に分裂するよね、それ。え？あの頃の巨大物体は一体どこに？みたいな感じの、もう。その独立団体、そのなんか独立法人がもうめちゃくちゃいっぱい出てきてさ、クラス中に。もう、2、3人のグループが、ちょこちょこちょこみたいな感じで、なんかその気の合うグループでこうまとまっていくじゃん。あるあるだよね。でも、だからそのさ、巨大なグループだった時にさ、そのみんなで遊びに行った時の写真とか見返すのちょっと気まずいっていうか、ちょっと、なんかこう、あってなったりするよね。新学期間違えて他クラス入った汗汗。で、これめっちゃ来てた、このあるある。だからもうめっちゃあるあるなんだと思う。ちょっとトイレ行って帰ったら、あれ違うクラスだったみたいなことはある。それはわかる。小学校の時とか、普通にトイレから帰ってきて、全然違うクラス入って、そのまま全然違うクラスの椅子座ってたもんね、ずっと。ずっと知らない子の椅子座ってて。で、してたらなんか、どうやら周りがざわつくみたいな感じだったら、全然違う学年の知らん子の席座ってたことある。あるある。これめっちゃわかる。出席番号が必ず一番後ろになる名字で、自己紹介で一番最初か最後になっちゃう。超わかる。私も渡辺だから、もうマジでわかる。なんか、一番最初のさ、その新学期の席ってさ、こう、伊藤から始まり、こう、わーって言って渡辺がこのクラスの端っこじゃん。もうそれでさ、その自己紹介ってな、そんな自己紹介ってか、そういうなんか、なんていうの、こう、オリエンテーションの時に、その一番の伊藤さんと、何十番の渡辺さんが、二人でじゃんけんして、勝った方から席ですね、とか。いやいやいや、その責任負いたくないって、みたいな。ほんとね、渡辺の宿命だよ、これは。渡辺あるあるになっちゃった。ぼっちでトイレで前髪とか直してたら、集団のウェイ、かっこ陽気でやってきて、息を失った。わかるわかる鏡見てる時に限って、その陽気が、後ろからこうやって、ってこう見てくるの。やめてくださいってなるよね、もう。もう、こう、もう。こうなるから、本当に。扉付近に固まるし、まあ、これもね、しゃーない。多分、この新学期でさ、こう、いろいろともう、クラスに人権がなかった時は、もう扉の方に固まり、その他クラスのその元一面たちとこう集まって、ねえ、うちのクラス本当なかった。ね。本当に、あの担任マジやばいよ。こうさっきのあのオリエンテーションさ、こんなんでさ、やばくない？でもうちの方がやばいよ。うちらこうやって、これからも、この一年ずっとこうやって喋ってようね。っていう、新学期絶対そうなる。でもちょっと体育祭とか文化祭とか始まって、クラスの団結力が固まってきた頃にはもうそれはもう解体されるから。その大抵その1、2ヶ月経ったらもうその、廊下舞台、大抵解散されるから。担任と LINE 交換、インスタ交換、それ、あるあるかこれ。そんなことある？今時の
JC、JK って担任と LINE 交換すんの？仲良し？もう私、担任先生の名前すら知らなかったけど、身体測定の日は少しでも軽くするために、ウォルター・クローゼットが混む。マジわかる。超わかる。なんかさ、みんなさ、この絞り出そう。ちょっと待って、これ食べ物を前に言うのもなんだけど、このこう全水分、体に余分なものを絞り出してさ、なんか言うて変わんないのにね。わかるわ。うちもずっと、小学校の時に、こうやってお尻振ってたら、このお腹のとこの肉がちょっと消費されるから絶対軽くなるよっていう迷信をうち発信で、クラスの女子に発信したらもう全学、その私の学年全員それやっちゃって、診察作成の日みんな、もう私の学年みんなこうやって、こうやってたの。マジ怪奇現象。あ、こ入学したてで友達を作らないといけないって分かってるのに、今でもぼっちのままです。え、別に作らなくてもいいんだよ、ほんと。これをやろうと思ったきっかけが、最近すごい DM とかで、なんかその、新学期のなんかすごいお悩みみたいな。新学期今こんなことがあってうまくいかなくて、みたいな。そういうお話をしてくれる子がすごい増えて、最近 DM とかで。なんか、そんなに、ぼっちの子、ぼっち、まあ私はもうぼっちが慣れたからなのかもしれないけど、でも、ぼっちでもいいんだよ。ぼっちのままでいいんだよ。わたおっていう感じなんですけど、多分めっちゃ、今後のその学校生活を左右するすごい大事なとこだと思うけど、でもちょっとぼっちになったって、ちょっとね、視野を広げてみたらこんなやつがいるわけですよ。卒業式も出ずに高校生活が終わった、すごいね、哀れな女がここにいるってことをね、マジ思い出してほしい、忘れないでほしい、心の片隅に置いといてほしい。ちょっともだよ。ララうまっ。 LJK こっそりピザ頼みがち。え、うち LJK かもしらん、どうしよう。え、でもよく見る、TikTok とかでせーのみたいな、なんかタピオカとか頼んで、タピオカウーバーして、こっそり肛門裏から取って、えぇー頼んだみたいな感じでやってる JK いるよね。うちもやりたかった、そんな青春。いいなスカート規定より短くしてて、前から生活指導の先生歩いてきた時の、とっさの前鏡、プラス挨拶。わかる。超わかるが、これ全国共通なんだね。みんなやってる？これ。やってるよね？やってるのかな？なんか生活指導の先生がさ、なんか、春よりなんか力入れてさ、なんか指導すんじゃん。先輩としての見本となるように、みたいな。もう、ってなる。ほんとわかる。超わかる。あと、ワイシャツのその第一ボタン閉めなきゃいけないとか、いけた時はもうちょっと閉めてなくて、生活指導の先生来た時はもうこう。おはようございます。これマジ超裏技だからね、使った方がいいよ。あとそのデスカートの時はちょっと前かがみになりつつ、むしろお腹へっこませる。でウエスト細くして、そのウエスト細くなった分ちょっと下がったスカートの丈を利用して、ごまかすだからこういうこと。おはようございます。でやってたら多分大丈夫です。生活指導の先生もきっと、あ、いい子ってなるから。これ笑っちゃうんだけど、頭良さそうなメガネ少年、意外とテストの点数低い。いや、わかるけどよ。なんかさ、これ明らかに、この人点数、勉強できるんだろうな、みたいな、ね、人がさ、居残りの掲示のとかにさ、載ってると、ん？あれ？あなた、あ、そういうタイプってなるのもわかる。スマホ禁止だから、スマホの音が鳴った瞬間、全員が机ガタガタしたり、咳払いしたりする。え、優しくない？え、そんな思いやり溢れてるの、みんな。え、なんか、私が前の中学の時でも鳴った方向も、って見てた。え、すごい思いやりの溢れた。どっちが多いのか、どっちなんだろう。え、どっち派ですか、みんな。え、その、みんなかばってあげる派か、こう。ってやる派か、もう、先生、私じゃないんで、っていう派か。え、もう私の学校、思いっきり校舎だったんだけど。え、思いやりって大事？入学式前、ワクワク。次の日誰とも喋れなくて、ぼっち！今の私です。強く生きような。わたげチャンネル。というわけで今日は、
新学期あるあるを募集して、ちょっと明日の朝ごはんにします。これはまたなんかあるあるとか、なんかあ私の学校はこうだってとか、そのあるあるめっちゃわかるとか、なんか他にもなんかいろいろありましたら、ぜひコメントで教えてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。新学期ファイヤー。